米大リーグ MLB の大谷翔平29が自身2度目のア・リーグ最優秀選手 MVP を満票で獲得した。新たな勲章を加えた大谷をめぐっては、エンゼルスからフリーエージェント FA となったことで複数球団による熾烈な争奪戦が繰り広げられている。一部の米メディアでは、有力候補と見られていたメッツが方針転換する一方、ジャイアンツやレンジャーズなどが獲得に乗り出すといった報道も。契約総額は5億ドル、約750億円、規模の超大型契約も予想されており、今後の動向が注目される。ステータスを極限に、史上初となる2度目の満票で2年ぶりに MVP を受賞したことについて、MLB の公式サイトは、最も魅力的な FA を前に、大谷は自身のステータスを極限に引き上げた、と指摘。また、大リーグ評論家の福島義和さんは、満票での2度目の受賞は、非常に価値がある、とする一方、今年の FA 市場は、間違いなく大谷選手が中心。大谷選手の動向次第で、他の選手の移籍にも大きな影響を及ぼす可能性がある、と分析する。大谷の移籍先として筆頭候補とされるのが、今季ナ・リーグ西地区を制覇し、エンゼルスと同じカリフォルニア州に本拠地を置くドジャースだ。MLB の公式サイトは、ドジャースが大谷獲得の最有力候補と見られている、とドジャースが本命視されていることを強調した。一方、これまで有力候補の一つと見られていたメッツは方針転換したようだ。USA Today 電子版は、メッツは大谷を獲得する現実的なチャンスはない、としつつ、プロ野球オリックスからポスティングシステムで MLB を目指す、山本由伸に注目している、と指摘した。早期決着の可能性も複数の球団による争奪戦の様相を呈す中、ここに来て動向が注目されているのが、ジャイアンツとレンジャーズだ。サンフランシスコの地元紙、サンフランシスコクロニクル、電子版、は、たとえ5億ドルを超えたとしても、大幅に支払う資金力がある、などと指摘。ジャイアンツは昨年、MVP に輝いたヤンキースの主砲、ジャッジの獲得にも一時乗り出すなど補強に積極的な姿勢を見せている。今年のワールドシリーズを制覇したレンジャーズについて、老舗専門誌のスポーツイラストレーテッド、電子版、は、レンジャーズは大谷と契約する最有力候補とは考えられていないが、候補には入っている、として大谷獲得に乗り出すと予想した。一方、スポーツ専門局の ESPN、電子版、は、大谷は非常に高い平均年俸での短期契約に応じる可能性がある、と報道。その場合には多くの球団が獲得に乗り出すといった見方も出ている。福島さんは、今後もドジャースを軸に、争奪戦が展開していくのでは、との見方を示す一方、他球団に移籍する場合には環境などにも慣れる必要があるので、早めに移籍先を決める可能性もある、としている。